さて、この島には人間はもはや我々二人だけ。大冒険の匂いがする。今の君では打ち取れんような生物がざっと500体以上。ただし、大半の人間はその力に気づかず、あるいは引き出そうにも引き出せず一生を。あぶねえ。いや、セカンドジェットピストル。よく見ておけ。覇気は大きく2種類に分けられる。相手の気配をより強く感じる力、敵の位置、その数、次の瞬間に相手が何をしようとしているかを。次に武装色の覇気、より硬い鎧は当然攻撃力にも転じる。ほぼ無敵にすら感じるロギアの能力者の流動する体も実体。この力は武器にまとわせることもできる。クジャの弓矢を見たこと。当色、この2種類が覇気だ。しかし世界にはごくまれにこん。およそこの力を秘めていることが多い。ただしこの覇王色だけは。オークション会場でおっさんがやったやつ。もう体験して。いる関係ない人間まで威圧してしまうからな。少しは尊敬したか。そうだろう。だが覇気の習得は容易ではない。深すぎるが、君は資質が強い。なんとか2年間で見聞色、それを見極め、あとは得意な色を伸ばすことだ。それぞれ強化すればでき。おう、望むところだ。確かここだけは安全だって。俺たちは必ず海へ出よう。この国を飛び出して自由になろう。それだけが俺の生きた証になる。そうか、よし。そうだ、これも